お、電話だ。遠くに建物が見えるよね。あれがコア。この世界の電力が作られる場所だよ。じゃああれを破壊すれば。この世界を破壊するつもりか。地熱の魔法をエネルギーに変える仕組みで。まあ、細かいことはいいとして、細かいことはいいんだよ。とにかく、あそこが目的地。コアにはアズゴア王のお城に直通のエレベーターがあるの。おお。いや、それいけないでしょ。だいたい使えないフラグ。それに乗ってお城へ行けば、お家に帰れるよ。もしくは、帰るときに、帰るときというか、ね、エレベーターに乗って途中で、まあ、ボスの第2形態とか、第3形態とか、そこら辺のが、襲いかかってくんでしょ。R1。ピン芸人の。話かな？行き先を選んでください。左の1階。かわいいエレベーター L1。 さっきのが右の位置だったから。怪しげなラボがある。ん？ここは、ああ、ラボの入り口か。じゃあここで戻ったりして補給ができるってことか。何これ。聞いてよ、聞く。俺喉乾いちゃったわけで、はるばるウォーターフェルから水飲みに来たってわけ。これ？はい、どうぞ。あんたなんで水を持って歩いてるわけ？格好つけてるつもりなわけ？善意が無駄になった。悪いけど全然ダサいわけ。飲めよ。なんでこった。ん？なんだこの箱。箱だ。おそらく押すためのものだろう。君は？かあ、近頃は、の若いモンスターはパズルの何たるかおわんがっとらん。最近のパズルときたら、連鎖だの動く岩だの、全くけしからん。昔懐かし倉庫版のようにシンプルなパズルがいいのか？アクションかぶれしょって、タイミングさえ合えば頭を掴んでも解けてしまうわい。わしが認めるパズルというのはな、頭のをうんとひねらんと解けん骨のあるやつじゃ。いいかね、あんた。あんたは若い。あんたならまだ間に合うぞい。ガーハハハ、ほれ、その岩を押すパズルを解いてみろ。え、右左どっちに押せばいい？何やってるバッカモーン。そんな仕方があるか。あれかな、バイオハザードの初期のように肩で押さないとダメかな。もういい、これだから若い連中は。話にならん。へえ。かーされた。かー、もういい、すいません、チャンスください。お、何してんの。アンダインに3人で遊ぼうって言ったら、あ、アンダインちかこれ。確かにあいつの頭してる。変なことを言われた。人殺しとは遊ばないって。おかしいな、俺様は誰も殺してないのに。冷酷で残忍なスケルトンだってことは認めるけど、俺のことか。序盤に1体敵倒しちゃったから、あれも抜きにして完全平和で行くと、入れるのかな。そうそう、他にも変なこと言ってたよ。悪党と戦うとか。でもアンダインはすごく、なぜかすごく弱ってて。玄関から出た途端倒れちゃったんだ。助けが必要かもだから一応ここで待機しとくね。あまり出しゃばって騒いやくと怒られちゃうから。そんなわけだから遊ぶのはまた今度ね。そっか、じゃあまた次回かな。ジパートっていう意味じゃなく。上か下か左か右へ参ります。じゃあこれで R2 に。かわいい。いや、俺の名前はヒートフレイムズマン。覚えといてくれよな。確かにフレームっぽい。ドラクエのフレームを思い出すな。大の大冒険でフレームがね、爆弾岩にペタってなっちゃって、ああ、メガンテ、ドーン、よくもフレームをみたいな、あのシーンをふと思い出した。ホットドッグ大好き。インゴ？そういえばあの小屋の、あの小屋の屋根にはどうして雪が積もってるのかな。きっと雪を下ろすのがめんどくさかったんだね。つまり使い回したってわけか。こんがり焼きたて。君ホットドッグもしかして。よう、調子はどうだ。ホットドッグ買うかい。30ゴールドポッキリだぜ。やった、ちょっとパンパンになっちまったな。そ、ドッグ、ホットドッグを略したんだ。ホットドッグ、え、怪しい。 20HP 回復。肉はウォーターソーセージで代用されている。よかった、なんかソイレントシステムで作った肉とかじゃなくて。これ撃ってくる？大丈夫？歯車か？セルヤンみたいに見えたけど。ん？女子会ナウ。
猫耳少女のフィギュアをインスタント麺に唱えた隣に並べた写真だ。ああ、そういえばさっきちらっと言った時にあったな。で、あ、そうだ、ボックスに少ししまえばいいのか。フォンフォン、こっちからかけることできないからな。ファビルス、はて誰のことかな。ああ、グラサンしてる。俺様はクールスケルトン95。ネットでは有名人だから貴様の相手をする暇はない。いやー、なんちゃって。あ、ファビルスだった。俺様はファビルスだよ。ちょっとシャレオツないたずらをしただけ。お、戦闘だ。パイロープ、ひょろっと現れた。燃えてるね。パイロープ、ヒールアップ、クールダウン。どうしようかな。ブラブラにしてよ。ブラブラしよう。いろんなもの。悪いけど、予定に縛られててさ。なんだこれ。爆弾か。ボンムーブした。うわー。何がいいんだろう。余計ヒートアップする。クールダウン。クール、クール、ビークール。お、息を吹きかけただけで炎が弱まる。おい、どうなってんだ。え、これ逆に死んじゃわない？大丈夫？これ、遠くで爆発するから、あー、大当たりもダメか。そりゃそうだよな。これ、クールダウンさせてから、これさ、範囲でかくなってね。その後にブラブラかな。ヒートアップしてもいいけど、一旦これで。ダメか。じゃ、ヒートアップ、これ何？ヒートアップのところが安全？素敵な笑顔に守られてる。ヒーターの設定温度上げた。わー、リアル。揺らめいている熱がワクワクしてる。ホットホットホットですと。ほっほっほわー。やべ、こっち来んな。もっと熱いのが好きだ。上げてやるぜ。ヒーターの設定温度また上げた。めっちゃ熱い。文字が読みづらい。満足げだ。これで満足したから、これで、うわー、水入れよう。もう逃がしてもらえるか、避けるか。よしよし。何、郵便。もう読めねえ。ゼロ経験値と45ゴールドだな。ん、クールスケルトン95、またか。鏡の前でポージングをするファビルス。二の腕にはハリボテの筋肉が。筋肉もサングラスをかけている。そういうおしゃれ。お前ら超クールスケルトン95、それネタだよね。お前ら仲良しだな。お前ら、はあ、落ち着け。俺クールダウンしろ。危ねえ危ねえ。モロチンだ。俺の筋肉の強さをアピールするためにな。ピコ、あ、来ない。どっちだこれ。お、なんだ、巾着。友達リクエスト。え、ナプスターブルック22。承認する。え、拒否したい。あ、考えてるうちにリクエストはとことこと画面の外へ消えてしまった。なんてこった。早いな。エプロン、どうする？拾う。汚れたエプロン。汚れちまったエプロンに。まあまあ、2ターンごとに1HP 回復。これいいね。気を汚れてるけど。エプロン装備。多分今装備してたやつは、そんなに、うん、7だから、腹筋の上は捨てがたいけど、よしよし、いいもん手に入れたぞ。おっと、これは、ん？もしもし、アルフィーです。このバズらえると、タイミングが重要で、上に乗ってる最中にポチッと押せばいいのかな。そこにスイッチがあるでしょ。3つのスイッチを3秒以内に全部押さなきゃダメなの。私が合図してアシストするからね。邪魔しないでね。今ですとか、言わないでね。おらー。やると思ったぜ、貴様。あれなんだ、最初の2つだけでよかったんだね。あ、よかったの。危うくブチギレ案件でしたよ。絶対やるなとは思ってたけど。あ、なんだこれ、ほっかほか。あー、またやっちゃったー。アルフィさん、またやっちゃったね。もうパズルのヒント出すのやめ。自己嫌悪。もちょっと、ウォータークローゼットにいてくるから、次外すね。あ、ふけ。このパズルはあなた一人でもきっと大丈夫だよ。きっとそういう時に限って難しいんだろう。ん？押して、こっちはいけないでしょ？して、あ、押すのと、そのままシュンっていくのと、ああ、
これ旬行ったら下の取れちゃう？あ、まただ。同じことやっちゃった。旬して、で踏むだけ踏んでこれ入れ替えて、こうして、旬。あー、左側に行けばいいんだよねきっと。旬で、こっち？こっち行ってこれで、あー、もう一箇所なんか踏みたいんだね。戻ってもう一回踏んで、してここで一回踏んで、よし、これで左側に通じる。よーし、あそこで戻りやがったんだ。よーし、セーブポイント。嘘、キスミュー2の方が1より1より人気あるの？ああ、みんなセンスなさすぎ。荒らすなよ掲示板とか。いつかネズミはコンピューターの金庫をハッキングしてチーズを食べるかもしれない。このシリーズまだ続いてたんだ。反論禁止エリア、イエスマンにならなくちゃダメ。コンピューター制御のレーザー金庫の中にチーズが入っている。チーズはレーザーで少し溶けてテーブルにくっついている。剥がすの大変そう。2はミュウミュウのキャラが完全に崩壊してるし。キスミュウ2のレビュー、キスギスキューティーミュウミュウ2は2を名乗る資格なし星ゼロ。アマゾンレビューすんな。お、またなんか謎解き系。あ、ちょっとそこのあんた、ちょい待ち。なに、おっと、門番。さっき匿名の通報があってさ、横島のシャツを着た人間がうろついてるっつうんだわ。あ、しかもその人間今ホットランドにいるらしくてさ、マジおっかなくね？まあ、でも心配すんなって。今安全なところに連れて行ってやるからさ。あ、気づいてない。あ、どうした兄弟？こいつが着てるシャツ？それがどうかしたか？あ、な、お前も、同じこと考えてるか。マジかよ、ベーやれら超絶バカじゃねえ。気づいただけマシだよ。気づかないレベルのバカがいっぱいいるからな、この世界。あー、悪いんだけどさ、俺らあんたのことぶっ殺さないとだわ。唐突。まあでもさっきセーブできたからいいか。 RG、 あー、リアルゲーだ。ハーマーを磨く。これで、綺麗ですね、綺麗ですねと。冷却効果のある泥が洗い流されていく。お、じゃあこれでどんどん冷却効果取っていって、あの、燃やせばいいのか。熱くなってきた。つうかチームアタック的な。おっと、なんだ。お、これに触ればいいのか。よし、だね。ダメージ食らってないよね俺。ダメだ、もう我慢できん。甘がすぎる。パージ。これでよし。何かが気になるようだ。お前チラチラ見てただろう。手が滑った。あ、ダメか。つか触んなよ。おっと、ちょっとスピードが変わる。このリアルゲー1のロイヤルガードだけどの汗がなんか食らうのか食らわないのか。どっちだ。ささやく。アーマーを磨く。もうないでしょ。ささやいてみる。とっておきの秘密を打ち明けた。黙っておこう。ちょ待てよ。あー、意味なかったか。おっと、危ない。何これ、何が飛んでんの。わさび。顔をゴシゴシ磨いている。アーマー磨いてみる。胸板の筋肉を太鼓のように叩いた。ペチペチペチ。お、ちょ、やめろって。ほも。割と避けてくれてる。気のせい、俺が避けてるだけ。ん？2のアーマーから汗が吹き出た。ほら、逃がすことはできないよね、2だけを。うん、そういうわけじゃないか。まずは支えてみるか。自分の気持ちに正直になれよ。俺、その。何なの、この子たち。なあ、あ、ターン経過でよかったのかな。俺もうダメだ。俺もう耐えらんねえから。俺もう我慢できねえから。てか02、お、俺、あ、これ本当に、ほも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 ちゅう、お前のことが好きだったんだよ。戦う姿も話し方も、俺お前とチームアタックやるのが大好きなんだよ。略さはお前とやんのが好きなんだよ。お前とぴったり同じ動きでソードをゆらゆら動かすのも。02、
俺これからもずっとお前とこうしてたい。ほも？いや、その、あ、なんつって冗談だから。ゼロワン。おう。これが終わったら、あ、結婚しようなとかいう死亡フラグ？アイスクリームでも食いに行くか。おう、いいね。はは。幸せそうな最後は幸せなキスをして終了だ。もうあいつら男？でもあれだけ胸板あれば、やっぱ人間のことほったらかしだった。でも胸板出たから、もし女だったらね、おっぱいポロンだからそれはまずいから、やっぱ男かね。ピコン、まだか。あ、ちょっと早かった。見てると仕事を忘れる番組トップ10。あっつい。ピコン。あ、来ない。くら。また何、殺人料理ショー？ごめん、お待たせ。また真っ暗だね、しげる。でも大丈夫。私のハッキングスキルでなんとかできるから。ニュースのお時間です。嘘でしょ？おー、イエース！メタブランド人気不動のナンバーワン。テレビの前の席の皆さん、こんばんは。今夜のメタニュースキャスターのメタトンが生放送でお届けします。現在ホットランドの東エリアで何かが起きている模様です。番組の特派員が現場から生中継。レポーターさん、何かニュースのネタになるものを見つけてください。レポーターさん、あ、失礼いたしました。どうやら電波状況が悪いようですとか。10名の視聴者の皆さんが待ってますよ。お、始めたてのニコ生かな。あ、通れなくなってる。ジャーナリズムの法則によりエリアは危険なフォースフィールドに包まれている。もうご都合主義なんだこれ。なんとこれは、え、俺が特派員なのもしかして。これは何の変哲もないコップに入ったわら。とはいえひねりを聞かせればどんなものでもトップニュースのネタになり得ます。これについてレポートする。もっと探してみよう。バスケットボール、爆発的人気を誇るスポーツ。ただ残念ながらそのボールでは試合はできません。それはまたスポーツの新製品ファッションボール、ただのシャレオツグッズです。私のようにリッチなセレブを目指すならそれぐらい斬新なボール作らなくちゃ。なんだろう、あ、いっぱいある。なんだろう、なんとそれは映画の脚本。なぜそんなところに。それを取り上げれば爆発的なヒット間違いなしのメタドンザムービー。おーっと、すごい数字だ。最新情報がお茶の間に流れてしまいます。私の聞いたところによると今回の最新作も前作までと同じく私のボディにバラが降り注ぐシーンを4時間長回しで楽しめるとか。寝る。とはいえそれも未確認情報の一つに過ぎません。君はまさか私の映画の本宣伝をする気か。ネタバレはやめろ。ふう、危なかった。あわやただで宣伝できてしまうところだったぞ。もう進めるけど、とりあえずワンコ。おっと、これはセンセーショナル。明日の新聞の一面トップは、犬、この世界のどこかで発見される。これはどんな緊急ニュースも吹っ飛ぶインパクトです。これについてレポートはしない。なんと、それはプレゼントだ。受け取り人は君。どう、嬉しさ炸裂？中身は何でしょう？これは気になる。開けてみるしかありません。おっと、このゲームはダイナマイト級の名作。4分の3くらいプレイしないと私は登場しませんが、これアンダーテール私も大好きな一本です。プレイヤーの心を癒す、天から舞い降りたイケメンロボット。そう、それが、メタトンだ。どうしたらいいの？あー、ジャーナリズム。これ、どっかにヒントないかな？下のテロップにヒントがあるとか？メニュー開けるわけでもなく、プレゼントちょっと開けてみようかな。プレゼンを始めようか。あ、今のは編集でカットで生放送。視聴者の皆さん、どうやら現場のレポーターがプレゼントを見つけたようです。では開封の儀を生中継。箱の中身は何だろうな。ハロー YouTube。 どうも主人公なんだっけ、名前。あ、名前もカードが。どうも、カラキンです。今日はなんとこちらのプレゼントボックスを開封したいと思います。何が出るかな、何が出るかなってやればいいんでしょ。丸くて黒くて、あ、黒くて硬くて大きいの、あれはもしや。どうやら今年は
一足早くクリスマスがやってきたようです。慌てんぼうのサンタクロース、最近のサンタ様は爆弾をプレゼントするんですね。あー、しかしまあ、なんと昨日聞いたギフトでしょう。ご丁寧に火までつけていただいて。でも驚くのはまだ早い。ここでこのエリアの他の部分を見てみましょう。爆弾、ダイナマイト、水はあれ何もしかして、ん、どうやらここにあるものは全て爆弾のようです。犬もなんて言ったっけ、液状化が固体化したあれなんだっけグリセリン。お、あのバスケットボールも、私の言葉も。さあレポーターの君、爆弾を全て解除できなければ、2分後にこの巨大ボムが爆発して君はコッパみじんだ。生中継どころか君がニュースのネタになってしまうぞ。まあひどいショッキング。9名の視聴者の皆さんには、あれ1人減ってね、きっとご満足いただけるでしょう。それでは張り切って行ってみよう。大丈夫だよ、あなたの携帯に爆弾解除機能をつけたから。爆弾が解除ゾーンに入ったら解除を押すだけ。ほら急いで。とりあえず犬、えい、犬を解除しろ。爆弾解除、えい、解除された。こうやっていけばいいのか。やったね、残りの爆弾も探して。左下にもあるみたい。おっと、あれ捕まえるのすげえ大変じゃない。A 連打し、A ってか決定ボタン連打したとはいい。はい、あー、とりあえず決定ボタンは連打しながら、あー、どこにコップ最後か。はい、はい、はい、デスノート。あー、くそー、地区、おーす、おい、何してんだお前はい、すごくいやらしい動きをするやつだったな。あーん、くそーんあー、コップ、あー、よし、運よく当たった。脚本解除しろ。フェイント解除された。あー、ちまった、読めねえぞあいつ。プレゼントを解除しろ。ほい、バナー広告みたい。やったね、次は真ん中に向かって、その電池フィールドの中に水を閉じ込めたよ。ありがてえ、ナイスだぜ。極めて素早い水、ほーん、やべ、あと10秒。よーし、間に合った。大変よくできました。爆弾を全部解除できたね。失敗したら2分後にあの巨大ボムが炸裂するところだったけど、これでその心配はなくなった。でもその代わり2秒後に爆発しちゃうけどね。大変だ、俺の1秒マリオ2パートしか見られない。それではさよなら子猫ちゃん。あにゃー、ひどいにゃ。あれ、プン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 、あれ、どうやら爆弾は不発のようだぞ。お、ハッキングした。それはあなたが長台詞を言っている間に、私が、あれとかこれをあれして、あれもんでこれで、あれをあれなんだね。まさか、ハッキングスキルで爆弾を解除したのか。そう、それを、なんということだ。またしてもしてやられた。憎き人間、憎き親切なドクターアルフィー、褒めてる。番組を最後まで見てくれた8名の皆さん、1人帰った。どうもありがとう。それでは、See you next time! やった、メタトンに完全勝利だね、S 勝利だ。私最初は慣れてなくてちょっと手間取っちゃったけど、いやでも水を閉じ込めてくれたのはありがたい。でもちょっとずつ、そのあなたのガイドとして自信が持てるようになってきたよ。だからあのムカつくロボットのことは気にしないよね。でもお前が作ったんだよな。私があなたを守ってあげるから。それにもしどうしても手に負えなくなったら、後ろの何、うん、何でもない。爆破装置、後ろのこれ持ってこゼルダにあったあのでかい爆弾みたい使うとあの太った女神のところに行けるやつ。ツイーンで右から行っちゃえばいいか。たまに戻るとなんかいたりイベントあったりするからな。そのタイミングはできるだけ逃したくないけども、まあそれもなんだかんだで次回やれば回収すれば大丈夫かな。ねえ、さっきからあんまり喋らないよね。いや
あーまあ俺はずっと喋り続けてるけど、このね今動かしてるこの子は喋らないね。もしかしてアズゴアに会うから緊張してる？大丈夫だよ。王様はとてもいい人だから、話せばきっと分かってくれるよ。うん、それにあなたは自分の魂でバリアルを抜けられるし心配ないよ。そんな顔しないで、笑って笑って。あのウイスキー大好きーって言うと口角が上がるよ。ミッキーって言ってもいいし。最近ツイッターであったな、なんかウイスキー大好きって言って笑顔の練習してたら、隣のおばちゃんに酒くずだと思われて心配されたっていうネタ